ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。もう結構上の方来たんじゃない？ほら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 、あの部分に多分ボタンが食べられた。これ何？これめっちゃなんか、ひぃ、芋虫みたい。これなんかならんのかな？でもなんかすげえわさわさ動くんやけど、何かなるんじゃないかと。え、何もないの？あ、すごい。そういうことか。イエーイ、足場になった。めっちゃ丈夫な葉っぱやねん。あ、で、これも？よいしょ。おー、すげー。ほら、刃先まで丈夫やで。ん？次は何？どこ行くの？え？だよね、落ちる。あ、これか。なるほど。はい。オッケー。結構進んできた、と思う。あ、ハート欲しかった。ハート欲しかったよ。多分めっちゃ下まで落ちてたと思う。あ、ここにも。これもチェーンソーじゃない？あ、ここを切って入るってことかな。何？ん？どうした？近いよ。もう近いよ。あ、おじいちゃん。もう成長させなくていいんじゃないかな、それ。おー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 、なになに、え、なに、なんかある。なんか穴開けた。ここ入るの？キノコや、キノコ。なんかめっちゃ動きよる。あ、これ、ボイーンっていけるんやない？え、違う？え、違う？だってほら、マリオやしさ。ルイージです。やったー、ハート助かるー。んで？あれ？キノコなんかできるんかなって思ったけど、何もできないのかい？でも多分これキノコの上に乗れるようになったんやない？ほら、乗った！ジャンプはどうやる？あ、これや！やったー！で、おー、上に来たよ。お金、お金。で、これより上には、いけない。こっちか？え、こっちどうやって行くんやろ？ここからか。え、違くない？あ、これを、引っ張ってくる。こういうこと？これで、は。で、この上に乗るんやろ。いい。んで？で、なんか、あ、ここグイ位置で行けそう。こっちにもなんか行くとこあるよね。じゃ、先にグイージ。行きまーす。何した？え、どこ行った、どこ行った、どこ行った。え、なんかこっから出てきたんやけど。なぜ？なんかお金と、大量のお金とともに出てきたんやけど、どういうこと？じゃあ、まあ、普通に、あれか。行きます。よいしょー。あれあれ戻ってきた。ちょっと待って。はい。これは、あ、なんかハンモックある。なんか声が聞こえた。気のせいか。ん？これは、引っ張れる。あ、扉？扉や、扉。あ、出てきたやん。あ、もう、この階じゃない？この階というか、この高さじゃない？え、いける？もしかして。いけんやん。どういうこと？どういうこと？あ、こっちが引き寄せることもできるんやね。へぇー。あ、いけたんやね、もう。あ、こっちか。待って。
え、どう、こうか。はい。あれ？あ、で、これ。カラスがやってきよる、カラスが。いやー、やめてー。私に近づかないで。おっと、来るよ、来るよ。カラスが来る、カラスが。全然攻撃当たらない。痛い、痛い、痛い、痛い。やめろよ、おい。よし、お金になったな。あ、ここか。場所が微妙に違ってた。え、まだおるんじゃないカラス。あれ、いけない。あれ、こっちか。あ、こっちや。よしよしよし。よいしょー。ちぎれた。ね、ちぎれたよ、最後の。え、これどう、開けるのか。え、なに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 、どうやればいいんだ。あ、もしかして吸盤で。これで、開く。左右からかな。こうやっとって、で、グーイージー。いいよ。よいしょ。いけ。出てきたー。え、おじいちゃんはおじいちゃん。戦わなくていいの。おー、落ちた。落ちた。ああ、ここまで登ってきたのに。どうするの？降りるの？ここから落ちれば、戻されるー。あ、なに？お。結局落ちるんやん。あ、そういう感じね。そういう都合よく。滑り台のように滑り降りる感じね。あ、待って。あ、周りにハートがいっぱいあるな。そろそろ多分おじいちゃんが。うーん。あー、食べられた。何その植物。おいー。やっぱ戦うしか。うわ。ひえ、超凶暴。チェーンソー使えるんやない。あ、ほら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 。チェーンソーやん。ちょ、これ。痛い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 。え、どこ？チェーンソー、痛い。痛い！やめて！なに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 ？なんか今までのないパターン。痛い。痛い、やめてよ。これ。これはいいんやけどさ、これどうやって使うんやろ。チェーンソーを使ってどうやっておじいちゃんを倒したらいいのかわからないまま、ただただ逃げ回るしかないアユナ。そう。ちょ、待って。怖い。確実にこの、あ、今やこの間にこれをちぎってしまえば、ほら、そういうことや。これでほら、ピカーン。なるほどね、首を伸ばしとる間にってことや。もうこれであの植物は消えた、なくなった。なんどこ行ったん、おじいちゃん。おった。育てるなよ、おい。またそうやって自分が制御できん化け物を。でもまあ、とりあえず痛い。あー、やめてよ。とりあえずコツをつかんだ。やり方がわかった。やり方がわかることと、そのやり方ができることは全くの別ということを思い知りながら、ただただ逃げ回り、偶然あの植物にかじりついてくれるのを待つアユナ。こっちだよ、こっち。結構吹き飛ばせるもんだな。
あ、今ほら今だよ、ちぎれよっしゃー、来た。ほら、待てよおじいちゃん、待てよ。はい、来た。いける、よし。んでちょ、待って、まあ、くっそ復活した。うー、怖い。でもなんかあのね、ちゃんと植物を食べてくれる時とこっちに突っ込んでくる時の差がよくわからないから、こっちだよ。お、気づかない。おーっと、たまたまなんかな、たまたましかないんかな、ちゃんと条件があるんかな、謎。ああいう状態になった時に目の前に植物があればいいのか。こっちだよ、こっち。ほら、ピカピカしてんだから早くこっちに気づけよ。はい、来たー。違う、ういー、なぎ払われた。あー、あ、怖い。あ、来た。待って、今回を逃しては。はい、来たよ。はい、来たー。ちょ、待って、おじいちゃん待って、もうこれ今回でいけるんじゃない。ちょ逃げないで。はい、よっしゃー、やっとー。イエーイ。逆らわない。何してんの。あー、エレベーターのボタン。ちょ、何その最後のあがき。あんなところに持ってかれたんだけど。すごくない？ボスが終わった時点で体力満タンなんやけど。お、これでなんか取れるような気が。とりあえず、このじょうろ。え、違う。このじょうろを使って、え、これに水やる。そしたらなんかちょっと育つけん、それが取れる。登れる？これ。え、違うの？ちょ、待ってね。あ、登れた。やったー！はい、ゲットー。はい、てりー。これで8階に行けるようになったわけやね。オッケー。この一回一回のフロアが終わるごとに平和の音楽になるの好きよ。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。結構なんか今回グーイージと2人で引っ張ったりとか持ち上げたりとかそういうのが多かったね。これからも多分もっと増えてくるんじゃないかな。